こんにちは、オートウェストエンドです。今回はみんな大好き、ガラコを紹介していきます。何を隠そう僕はガラコを使うのが初めてです。今まで、撥水加工をしてきたりはしたんですが、ガラコは使ったことありませんでした。さあ、初めて使うガラコ、うまく施工できるのかどうか、結果はどうなるのかというところをわかりやすく説明しますので、最後までお付き合いください。今、僕はカナダのバンクーバーに住んでいます。 なかなかガラコが手に入らないので、前に日本に帰った時にガラコを漏れなく忘れず買ってきました。それから何ヶ月が経ったでしょうか。ずっと引き出しの中に眠っていたんですが、よしと一年発起して今回試してみることにしました。施工方法がよくわからなくて、ちゃんと説明書も読んでいなかったので、簡単にできればいいなっていうのが、今手に取って思うことです。 パッケージはすごいですねいろんな情報があってこの処理前っていうところプラスチックのカバーがでこぼこした加工になっています施工する前からとてもワクワクさせられますがバックカメラにも使えるようですねさて僕が普段修理して乗っているのは BMW の X5 という SUV なんですが実はサイドミラーにヒーターが内蔵されているはずなんですね ただそれがオプションなのかちょっとわからなくて今現状僕のィーター動いていませんなので冬特に朝晩は霜で真っ白く曇ってしまいます不便でそしてまた危ないのでねなんとか解決していければと思いますこの QR コードで効果使用方法を動画でチェックできるようですね 以前レイン X という撥水剤のフロントガラス施工動画を上げましたその時にサイドミラーも行ったんですがフロントガラスほど効果があまりありませんでしたちょっと施工方法僕が間違えてる可能性もありますが ということで、もう一回レイン x を施工しようと思っていたんですが、このガラコがあることを思い出したので、まずはこっちから試していきたいと思います。こう説明書を読んでいますと、一回施工したら触らずにということでした。薄い膜を表面に作って、それが水を撥水してくれる。ただ、その膜は手で触ると取れてしまうので、耐久性があまりないということなんでしょうね。 おそらくスプレーで吹きつけるタイプの施工方法でその後何も逆にしなくていいというのは楽だと思いますレイン X の場合は液を垂らして吹き上げた後しばらく経って白く曇ってくるんですねその後もう一度拭き取り作業をします手間はかかりますが拭き取っても膜が残るということはうまく施工できれば耐久性は勝っているのかなと思いますまあどちらかを選ぶかは好みだと思います 僕は今回これを試して施工が簡単なのであれば月1回くらいのペースでやるのは全然苦じゃないかなと思います要は洗車の時にサイドミラーをしっかり洗ってこれを吹き付けてそれで終わりということですもんねまだ効果を見ていないのにもう使う気満々ですがまず施工して効果を見てからこの動画の最後に決めたいと思います説明書はこの内側に載っていました こんな時作業を避けてくださいとで結構条件が厳しくて雨が降ってる時とかあと晴れでも暑い時炎天下では使用しないでくださいあと気温の指定もありまして5度から35度以内の間にしなければいけないと割と縛りがありますね雨天時まあ室内でやるのだったらいいのかなと思ったんですが湿度の高い時とあるので屋内での作業も 一応おすすめされてないといととうことですね。雨が降っていたとすればそして今指で指していたのは低温時や早朝など結露により白く曇ることがあるとありました結露に関しては諦めて雨天時の効果を期待するそんな感じになりそうですねそれでは使用方法ですまずしっかり洗ってしっかり乾燥をさせるとで、油分などもちゃんと取ってくださいと書いてあります その2工程が準備そして実際にスプレーをする場合は 15cm を離してそして上から下に吹き付けていくということですねこういったスプレータイプのものペイントだったりこういった撥水加工だったりどのくらいの厚塗り加減なのかっていうのがやっぱ一番難しいところだと思いますのでそれも試していきたいと思いますそして乾燥させて終了 夏は1時間以上、冬は2時間以上しっかり乾燥とあります。これ結構簡単ですよね。洗って乾燥させて、スプレーして乾燥させる。めちゃくちゃ楽だと、この説明書を読む段階では思っておりますが、果たしてうまくいくのか試していきたいと思います。説明書には、この大使用サイドミラーの外周に はめ込んで他にに液が飛び散らないようにすると書いてありましたそしてこの台紙の幅がちょうど1 5センチあるのでミラーから台紙の分だけ間隔をとってスプレーするといい感じにできると書いてありましたこの表紙のように動画の最後にいい映像をお見せできるように頑張りたいと思いますさあそれでは駐車場に向かいますまずは 一回洗車をしているので、ホコリを落とす意味で水を吹きつけて、それで拭いていきます。ちなみに、この日は曇りで雨が後ほど降るだろうという天気予報でした。湿度は高くもなければ、そんなに低くもない。地下なので、地上に比べれば湿度は少し高いのかもしれません。一応、施工環境をシェアしておきます。説明書にある通り、 一旦きれいにしてから完全に乾燥させなければいけないので入念に拭き取っていきます今回は実際に施工した部分としてない部分をやっぱり皆さんご覧になりたいと思うので半分にマスキングテープで分けてやっていきたいと思います目指すはあのパッケージにあったイメージ画像ですからねマスキングテープを貼ったあと残りの部分はショップタオルで隠していきます キッチンペーパーに比べて分厚くてすごい水分油分を吸収してくれるので愛用しています続いてこの台紙をパーテーション代わりに使用していきますどのくらい飛び散るものなのかこのスプレー使ったことないのでわからないので一応これに従ってやっていくという感じですうまいことまあまあはめることができましたこれで下準備は終わりですほんと楽ですよね それではスプレーを1 5センチ離したところから吹き付けていきますどのくらいスプレーが出るのかっていうのをちょっとカメラの前で試してみたいと思いますね量によってど心構えがやっぱり必要なので結構ドバッと狭い範囲で出ることが分かりました結構早く動かさないといけないと思いますが結構カメラをギリギリまでサイドミラーに近づけているので 僕の手を動かす幅が全然ないんですよねなのでこの <laughs> 狭いところでいかにうまくやろうかってイメトレ中ですでは行きましょう <laughs> とね思ったより結構出ました <laughs> もうちょっと早くというか薄くやってもよかったのかなとドバドバっと出てドバドバっと下に落ちたそんな感覚がありました そしてちょっと右の方にも試し打ちというかちょっとはみ出てしまったのであそこももしかしたら施工されてしまっているかもしれませんショップタオルがどこまで吸収してくれているかまた後で見ていきたいと思いますそれでは12時間放置していきますこれは大体23分経った後の映像なんですが上の方からだんだんと乾燥しているのがわかると思います 一瞬で乾燥するというわけではないんですが5分とかそのくらい置いておけば上からじわっとなくなって蒸発していくような感じでしたマスキングテープを剥がしたんですがちょうどその部分に糊が残ったような感じになってしまいましたできるだけ綺麗に拭き上げておきましたそれでは反対側もやっていきたいと思いますもうすでに洗車をしているので水でホコリを落としていきます そして説明書に油分も取ってくださいとあったのでこっち側は脱脂のアルコールを吹き付けてみることにしましたどのくらい効果があるかわかりませんがこれで比較ができるかなと思いますさっと吹き付けまして吹き上げていきますこういった時もショップタオルを使うと毛ぼこりみたいなのがつかないので キッチンペーパーに比べるといいのかなと思います1ロールごと買うとちょっと割高なんですがコストコとかで20本入りを買うと結構安く買えると思いますそれでは今回はショップタオルを二重にしましてそして先ほどの台紙同じくパーテンションのように使っていきます今回はもう1回試しているので腕は上がっているかなと思ったんですが 逆側から攻めることになるので左手の方がやりやすいんですねでも左手そんなにうまく動かす自信がないので <laughs> うまくできる気がしません <laughs> それではいざ吹きつけていきたいと思いますやっぱね割と出るんですよで結構必要以上に往復をしてしまったかなと思ったんですが結構こう下見ると 溜まって流れ出たものがショップタオルに吸い込まれているのが見えると思います僕の塗った感覚では両サイドとも思ったより厚塗りになってしまったと思いますこの商品使う方いらっしゃいましたら参考にしてみてくださいそしてこれ剥がす時にショップタオルの下に溜まってた液体をちょっと跳ね上げてしまって少し施工した面に 水滴というかこのガラコの液体がバッと飛んでしまいました取るわけにもいかないんですよねもう施工後触らないでくださいとなっているのでそれも含めて後ほどその状態を見ていきたいと思いますマスキングテープの印なんとか落とそうと施工していない側から拭き取っていますこのマスキングテープがもう古いからなんですかねこんなのりビャってついちゃうんですね それではだいたい30分後ぐらいですかね立った時の映像です少しこの施工した方がらコの方が薄く白く曇った感じになっていますこちらは施工していない側これは反対側のサイドミラー右側がガラコで施工した方ですでこっちが左側未施工の部分ですねただ 白く曇ってはいるものの細かい汚れというかムラというかそれが全くなくて結構均一に綺麗に背景が映り込んでいる感じがしますこちらはアルコールを使って脱脂した方なんですけどもそれでもやっぱりちょっとムラありますよねうん結構普通に綺麗に磨くのって難しいですねそしてさらに30分放置してはい皆さんお待ちかね結果発表 に移りたいいと思います予報通り雨が降ってきたのでちょっと外を走ってみました左側がガラコを施工した部分右側が未施工雨がほとんどガラコの方ついてないんですよねそしてこうスプレーをかけてみましたそうするとあらびっくり右側はもちろん霧状になってしまうんですが左側は全然ついてないんですよね おそらく一瞬ついて一瞬で蒸発したのかなっていうぐらい。そしてこの場所にもしばらく走行してきたんですが、雨が降っても全然つかないんですよ。なんか本当にあの、パッケージの通りになってしまったなと <laughs>。なってしまったというか、なってくれましたね。これ、ちょっとすごいな。ガラコゼロを使ったことがある人なら、まあ、まあそうやろうって感じだと思うんですが、初めてなので、これはちょっと衝撃でした。 そして、発水剤を探していたもう一つの理由が、朝晩の結露を防ぎたいということでした。今は季節的に暖かくて結露ができないので、ちょっと熱湯を入れた水筒をかざして、湯気がどんな感じでつくのか、まあ状況は違うとは思うんですけども、こういった湯気でどうなるのかを見てみました。ついたらすぐ消える感じで、まあいいのかなと。 ただ、未施工の方が水滴でもういっぱいになってしまっていたのでよくわかりませんでした。ということで、反対側で霧吹きをする前に、まず湯気から試してみます。こちらはアルコールで一旦全体を脱脂した状態で、左半分が何もつけていない、右半分がガラコになっています。ちょうどマスキングの筋が真ん中に残っているのが見えると思います。さあ、湯気はどうですかねなんか、 あんまり違いはない。あんまりというか全く違いを感じられませんでした。湯気だからなのかもしれませんが、ちょっとその結露に対しての真相は冬を待つしかないのかなと思います。ちょっとこうやって湯気を溜めるような感じでやっていますが、両サイドとも同じぐらいついて、同じぐらいのタイミングで消えていくような感じです。 アルコールで綺麗にするといい結露対策になるとも言われているのでもしかするとこっち側のミラーは両方とも結露に強くなっているのかもしれませんそれではこちら側も霧吹きを吹き付けていきますこれねすごいですよねこんな効果出るのは予想してなかったな <laughs> 本当にすごいわと思ってちょっと感心してるんですが いくらガラコの方につけどもつけども全然まあ細かいのはまあつきますけどでも一目瞭然ですよねこんな違いが出るなんてガラコさすがですそして施工後にちょっと跳ねてしまった部分がありましたよねそこをちょっと見てみましょう少し水滴がつくようなそんな現象が起こっていました さらに、今度は乾いた後を見てみたいと思います。これは反対側のミラーなので、左側がガラコ、右側がミセコです。こう見てみると、ガラコの方がなんか綺麗にコーティングされて、汚れもつきにくいのかなそんな感じがしました。水滴が蒸発した後、ミセコの方はちょっと水垢みたいな感じで残っていますが、ガラコは全くついていないので、綺麗なままです。 いやー本当に期待を上回る結果になりましたもう感動すら覚えています結構この商品有名なのでもちろんご存知の方も多いと思いますがまだ施工したことない方僕としてはおすすめですね厚塗りしてしまったかなと思ったんですがそれでも問題ありませんでしたということで今回はガラコのゼロという商品を紹介しました 参考になったという方は、いいねボタン、こういった商品レビューを見たいという方は、登録ボタンをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。